こんにちは、アニマルタイガーです。今回はですね、僕猫の譲渡会を撮影してきました。はい、ということでね、僕、2年ぐらい前かな、猫の譲渡会の方のボランティアの方、参加させていただいたんですけど、ずっと猫行けてなくて、また最近猫行き出したっていうことで、譲渡会の方のね、撮影を、させていただいたので、そちらの映像をね、まあ譲渡会ってこう、どんな雰囲気なのかなとか、どういった感じでやってるのかっていうのをね、まあ、見ていただきたく思いましたのでね、ぜひね、ご覧ください。それでは早速、どうぞ。はい、ということでこちらが、猫の譲渡会の会場にいる猫ちゃんたちになります。今回はね、今の時期子猫ラッシュで、子猫がめっちゃ多かったですね。こちらは3兄弟の猫ちゃんたちです。子猫ちゃんたちはね、これ開催時間がお昼過ぎなんですけど、もうぐっすり寝ちゃってる子が多かったですね。遊び疲れて、こんな感じで遊んでたらすぐ疲れちゃうのでね、猫じゃらし。子猫ちゃんたちはみんなね、好奇心旺盛なんですけど、こっちの子はね、結構大人な子で、育ってる子なんですけど、育ってる子でこう捨て猫とかで見つかると、もう野生に慣れちゃって人に慣れてないよとかいう子も多いんですよね。これね、あの猫の譲渡会に、みんな一匹一匹に書かれているその猫の問診票みたいな感じですかね、病気の検査をしてあるよとか、あとはオスメスとか簡単な感じですかね、猫に慣れてるよとか、人に慣れてるよとか、トイレはできますかとか、あとは病院の、かかった費用とかをね、書いてありますね。このね、病院にかかった費用は新しい飼い主さんが、ご負担するという形で、ボランティアの方たちがね、事前に病院に連れてって去勢とか、避妊をねしてあります。で、この子ね、サッシーっていう、女の子の猫なんですけど、この子は、左耳のところがね、切ってあるのがちょっと見づらいかな、切ってあるんですけど、左耳のところね、保護猫で保護された猫は、去勢とか避妊が済んでるよっていう証で、この耳をねカットしてあるんですよね。僕もこれ最初見た時はちょっと痛々しいなと思ったんですけど、まあね、こうやって判断できるように、してあるんですね。この子たちも3兄弟の猫ちゃんたちですね。今回本当に半数以上が子猫ちゃんたちで、あの拾った人たちが連れてきてくれたり、会場にね直接連れてきてくれたり、あとね、大人になった こちらがあの今回のリストになってるんですけど、右の、方にいる子たちは結構大人な子なんですけど、これはね、あのボランティアの、方たちが、ボランティア施設がありまして、そちらで飼ってるって感じ。左のね、子猫たちは施設の子もまあいるんですけど、保護してくれた人がね、自宅で飼って、こういった譲渡会の時に連れてきて新しい飼い主を探すよなんていう感じですね。こちらもね、茶色い毛の子とか、 いろんなね、子猫ちゃんがやっぱりいますね。こんだけの数がいれば、やっぱり今の時期はすごい子猫が多くて、譲渡会に出てくる猫の数が多いのかなという印象でしたね。メスの奇跡ちゃん、だいたいね、まあ仮の名前が付けられてて、まあ新しいお家で名前をもらったり、そのまんまね仮の名前が本命になったりっていう感じなんですかね。僕も昔黒猫ちゃん、あ、こ
黒猫ちゃん、そんな話したら黒猫ちゃん出てきましたけど、黒猫の親子ですね。こちらが左にいる黒い子がお母さんで、右の2匹が子供だよっていう感じですね。黒猫可愛いですよね。昔僕が譲渡会にね、参加してた時は黒猫の子をね、預かって飼ってましたけど、その子はね、どこだったかな、神奈川県の人のお家に新しくね決まって、今も元気にやってるんじゃないかなっていう感じですね。そのクロちゃん、お猫素敵ですよね。はい、続いてが子猫ちゃんですね。オスメスいますね。サムくんとツムちゃんです。子猫ちゃんたちでみんなぐっすりですね。そうなんですよね、この時間になるとみんな寝ちゃって。あ、またサッシーです。こちらがサッシーですね。サッシーはすごい目の色が綺麗で青い目をしていますよね。綺麗な子だよなぁ。僕個人的にお気に入りはサッシーでしたね。今回譲渡会に行って、ほら目を見開いて、あれ今ね音声は切ってあるんですけど、外では携帯の音が鳴ってね、目を開いた感じになりました。ほらまた奇跡ちゃんがいて、こちらがですね、五つ子ちゃんの子供たちになります。今回一番多かった子たちですかね。五つ子なので。こんな感じで、まあ、いろんな毛色の子がいましたね、子猫も。今回ね、会場、なんて、匹ぐらいが決まったのかな。僕が見てる限り3匹ぐらい新しい飼い主さん決まってましたけどね。こんな感じで毎月1回か2回、その月によって変わるんですけど、1回か2回ね、毎月開催してる感じで、お猫ちゃんたちが今はいっぱいいるのでね、ベテラー君が泣いてます。うちで飼ってる鶏が泣きました。子猫ちゃんめっちゃ可愛かったんですよ、本当に連れて帰りたいぐらいね。鶏が泣き出しました。ベテラー君可愛い、本当。僕は犬より猫派なので、すごいで、うるせえ。すごく飼いたくなりましたね。猫ちゃん。かわいい。キツツゴちゃん。テラ君が泣き出したので、そろそろ、終わりにしたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今の時期はね、本当に子猫ラッシュで、めちゃくちゃ子猫の割合が多かったんですけど、まあ冬とかになってくるとね、結構親の子たちが多かったり、もう何歳とかっていうね子が多いんですけど、今の時期は本当に子猫が多くて、めちゃくちゃ可愛かったですね。結果ね、3匹とかかな、もうちょっと決まったのかな、新しい飼い主さんがね決まって引っ越すっていう子がね、出ましたけど、
まあ、猫の譲渡会ってね、こう猫を、もらいに、まあ、ただではないんですよね、実際、譲渡っていう、こう、形ではあるんですけど、ボランティアの方たちとかがね、病院に連れてってくれたり、まあ、避妊、去勢とかね、する費用は、飼い主さんのご負担になるんですけど、それ以外にね、やっぱ猫を飼えない、自分じゃ飼えないんだけど、どうにかね、こう、お手伝いしたいっていう方は、ホームページ、概要欄に載せときますので、そちらにね、ボランティアの人たちが、こう、使える費用としてね、まあ、ね、こう、やっぱり、ボランティアの人たちが施設を設けて、そこで飼育しているので、普段は、譲渡会以外の時は、そこで飼育していって、やっぱり費用がね、いろいろかかってしまうので、そちらの、施設運営とかね、ボランティア運営に使う費用をですね、募金の方で、ホームページにね、募金の、送り先とかも書いてあるので、ぜひね、まあ、お力にね、なりたいよっていう方は、まあ、募金ね、本当にしていただけたらありがたいなと思います。やっぱりみんながみんなね、猫を飼いたいとか助けたいっていう、気持ちがあっても、なかなかどう、こう、何をしていいのかって分かんない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、そういったね、まあ、募金とかでも、お力になれるのでね、ぜひ、皆さんよろしくお願いします。一切僕のお金になるとかじゃないんでね、はい、募金、ボランティアの方たちがね、猫の、譲渡会とか運営していくために使う費用となりますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画がね、参考になったよという方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またね、いろんな、聞きたいこと、今回の動画じゃわからなかったこととかね、多分いっぱいあると思うんで、その辺をね、まあ、こんなこと聞いてほしいというね、ことありましたらコメントいただけたら、またね、機会設けて、譲渡会の方とかにね、聞いて、いろんな情報をね、まあ、発信できたらなと思いますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。また見てね。